ヨハンホイジンガヨハンホイジンガ、またはハウジンハはオランダの歴史家、サンスクリット文献研究から歴史研究に転じた。中世の秋、ホモルーデンスなどの著作で知られる。ホイジンガはブルクハルトのルネサンス館には疑問を持っていた。彼は中世の秋で14から15世紀のブルゴーニュ公国の文化について考察を行っているが、 第8章で遊びと真面目が最善としていない文化たるキリスト教社会にあって、卑猥な言葉も隠し言葉もこれらはすべて民族的背景を基盤とし、貴族文化の成熟の象徴であると称えている。これを発展させ、人間の本質を有意に見出したのがホモルーデンスである。中世の秋の役者で、ホイジン画研究の第一人者である堀越孝一は、 ホイジン画のシンボリック的暗示の持つ偉大なる魅力に取り憑かれたと述べている。エラノス会議を通し神話学者のカール・ケレーニー等とも交流があった。ホイジン画はオランダの東洋語、サンスクリット語学者であるラーデル教授から得た考察として、日本語に関する考察を述べている。それによると、日本語は中国語とは対照的であるが、その反面、 現代西洋語に酷似しているとのことである。ありがとうございます。